はい、自重トレーニングの、サーキットトレーニングをやってます。現在、9セット目終わったところです。次が10セット目、だいたい1セット2分10秒から、2分25秒ぐらいの間でやってます。次が10セット目です。で、内容がディップス20回、ブランコで体幹10回、懸垂パラレルグリップで10回、ランジスクワットを30回、これをずっと繰り返します。で、基本休憩は移動感だけですっていう感じで、1セット目で、1セットだけ紹介します。この歩いてる時が、今まで9セット間、これが休憩になってます。この滑り台でディップス、これで体幹、あれで懸垂、ランジとやってます。じゃあディップス20回、何セット目だ、10セット目やります。とりあえず1時間やります。できれば90分やります。ディップスと懸垂は全然大丈夫なんですけど、ブランコとランジで、体力がかなり持っていかれます。ブランコ、こんな感じでいいかな。まあ、これは無理してやっちゃうと筋肉切れちゃうかもしれないんで、できる範囲で。これ10回です。これで結構体力持ってかれます。ディップスと懸垂は、まあ、回復かな、休憩みたいな感じで。で、懸垂、ちょっとね、この前懸垂400回やって、手の豆がやばいんで、パラレルグリップでやります。で、これで懸垂が100回目。まあ、懸垂は大丈夫ですね。次のランジで体力がかなり持っていかれます。これですね、サーキット間に下半身メニュー入れると結構きつくなります。30回いきます。はい、これは300回終わり。今26分22秒で一通り10セットちゃうわ、これワンサイクルが10セット終わりました。今から60分か90分か分からないですけど、続けていきたいと思います。スタミナはまだ大丈夫です。じゃあまた、最後のセットに撮影します。はい、ディップス20回、ブランコ10回、パラレルグリップの懸垂10回、ジャンプランジスクワット30回を今19セット目終わりました。で、今ちょうど54分、残り1セットですね。で、ちょっとね、昨日お酒飲みすぎて体力の限界来ました。ちょっと2日酔いでやったらダメですねこれ。とりあえず、今54分15秒なんで、ラスト1セット、20セット目ですね、60分以内に終わらせたいと思います。じゃあラストは撮影します。もうね、ブランコでね、一回溶け止めていいか、ブランコで体幹がかなり疲れて、
ディップスも体幹疲れてるからスピード出ないんですよ。で懸垂もバランス取りにくいし、特にランジですね。ランジって結構体幹が大事なんで、すごいブレます。でこのセットが終わったら、ディップスがトータル600回、ブランコがトータル100回、懸垂100回、ちゃうな。ディップス600回、ブランコが200回、懸垂200回、ランジが600回、終わりということになります。じゃあラストやっていきます。はい、じゃあラスト、ディップス20回いきます。まあ、ラストっていうこともあるし、今、説明で1分半ぐらい使ったんで、ちょっと体力が回復してます。すいません、映らないようにするんで、ここ撮ります。じゃあラストね、ブランコ、200回目いきます。200回終わり。今56分55秒。これが体力をものすごい奪います。次懸垂、ブランコやるとね息めっちゃ上がります。じゃあラスト10回、これも体幹が疲れてるんでバランスが取りにくいです。200回終わり。ラストランジ、ランジを何回だ、20回、あ、じゃあ30回ちゃうな。そうかそうか、帰りきます。はい、さっき間違えてましたね、ディップスが20回かける20なんで、ディップス、トータル400回、ブランコが 10×20 で200回、懸垂 10×20 で200回、ランジが 30×20 で600回、で1時間でトータル何回や、1400回のトレーニングか。あ、押す忘れてた。大体58分台で終わりました。押す忘れてた。まあ言い訳じゃないけど、まあ、別に今日は調子良くなかったですね。昨日夜酒飲みすぎて結構ね頭痛くて気持ち悪い状態で、朝を迎えて、何時だ今、1時か12時からトレーニング始めて、ちょっと酒が抜けたかなって感じですね。でこれやると、体力つくし、まあ筋肥大もね、まあ、します。はい、自重だけでも。あと何やろな、そうだ、あと16セット目から、肉体は結構限界超えてました。で17、18、19、20は、20は違うな、17、18、19はもうメンタルで、20はちょっと最後この撮影で 1分半ぐらいインターバル空いたのと、最後やっていう気持ちで、まあそんなしんどく感じなかったですね。これあと5セットやれって言われたらちょっときついですね。っていう感じです。ではさよなら。